もう、なんて無茶な人。影や、行くぞ。ここを出て、お前の見たかった花や山を。どうした？おお。金太郎、どうしたの？これは、すげえ。竹の花が咲いてる。すごい。こんなにいっぱい、こんなに綺麗に。あ、本当に綺麗だ。うん、すごいね。私、こんな綺麗な景色を諦めようとしてたなんて。金太郎、どうかした？なんでもない。それより早くここから。私、行ってもいいのかな？オイラにもわからんけど、竹の神様は許してくれてる気がする。うん、母様、ごめんなさい。私、行くわ。行って、広い世界をこの目で見てみたいの。許して。よし。じゃあ、行こう！クマ！ムモン！さあ、カグヤも！ええ！僕たちが住む瑞穂の国の歴史には幾たりかの美しい乙女の伝説がある。ここに幕を開けた冒険はその始まりの始まり。富士の裾野で生まれた美しい少女がたどった旅路を僕は今記そうと思う。運命の王女かぐやの魂の遍歴を今、そして未来のこの国に生きる全ての人たちのために。これは誰も知らない物語、この国の始まりの物語。この国を生み守り育てたある王女の物語。ここは？かぐや。気味の悪い場所。かぐや。え？来てはダメ。かぐや。誰？どうして私を呼ぶの？母様を助けてあげて。かぐや。母様？母様を知ってるの？あなたは誰？かぐや、お願い。母様を。